人形日本末の菊人形岐阜公園菊人形、菊花店菊人形は、菊の花や葉を細工して、人形の衣装としたもの。菊細工の一種である。および、その工業を指す。菊人形は、頭や手足は人形、体を菊の花で作られた、等身大の人形である。その起源は、江戸時代後期、後に、 世界有数の園芸が盛んな、江戸のソメイヤガモの周辺で流行した、菊細工に遡ることができる。また、頭や手足は当時流行していた、聖人業師の内安本亀八や山本福松、大柴徳次郎などが担当し、後世に実物が残る。安政から明治年間の江戸本郷の団子坂、東京都文京区千駄木三丁目三十五近辺で、 地元の園芸業者が競うように盛んに行われるようになった。が明治42年に本所の両国国技館で斬新な菊人形工業が行われ、明治末年に団子坂は工業地としては衰退する。その後、見世物工業が全国的に流行し、工業主として名古屋の奥村木、花園、大阪の浅野木倉國園、野村大介率いるの村工芸者が、 京成電鉄、京阪電鉄、南海電鉄などの遊園地などを中心として、全国工業を牽引する。戦前は、両国国技館や大阪、新世界、ルナパーク。戦後は、千葉県奈良市の,市の京成多日遊園。近年には、日本三大菊人形と呼ばれる、福島県日本松市、福井県越前市、大阪府平方市の平方パークのものが有名であった。 しかしレジャーの様式の変化や少子化による遊園地の経営状態の悪化などにより、平方市の菊人形が2005年限りで中止されるなど、近年の開催は減少傾向である。それでも日本松市や越前市のものは従来通り開催されているほか、北見市、広崎城、名古屋城、吉野川市など、日本各地で菊人形の伝統を保っている。 菊人形の題材はその年に放送されている NHK の大河ドラマが採用されることが多い。なお、平方市の菊人形が中止になって以降、山形県南陽市で開催される菊人形が日本最古とされている。団子坂の菊人形菊人形は人気役者や課長などの人形の衣装を菊の花や葉を組み合わせて作った細工物で、 江戸後期に見せ物として始まった。明治9年から木戸銭を取って正式に工業化し、東京の秋の名物として繁栄した。20年代から30年代が最盛期で、食草、主販、食売食住の次大園が毎年出し物を競い合い、歌舞伎や最新のニュースネタを周り舞台や前景装置を用いて見せた。 生人形師による白身の頭も評判で、根津浦門前より、駒込めの狭い団子坂には群衆が殺到した。人形の衣装に使用する小菊の親り。清水清風著、東京名物百人一首明治40年8月、団子坂の菊人形より、抜粋菊人形は、専用の菊を栽培する、園芸師。 人形の制作を行う人形師人形に菊を着付ける、菊師の分業で、以下のような流れで制作される。ありがとうございます。